大人の皆さん、おはようございます。大人のための仮面ライダー、解説ですね。これいられるか。いやいやいや、春になりましたね、ほんまにね。ですね、ちょっと失礼して、またタバコをね、吸わせていただきたいんですが、まあ、本当にね、人長毛の花、膨らむっていうか、もう咲いてますね。花は膨らまないですよね。つぼみが膨らむんですよ。ちょっと失礼して。つっから。あ、折れた。これはなんか不吉です、それとも。ですね、もう何日か前かな、仮面ライダー、大塚。素晴らしかったですね。やすこにゃんのね、小林やすこ大先生のね、脚本のあれを見終わりましてですね、映画も見えました。面白かったです。暴れん坊将軍のね、面白かった。大体その、僕はなんで今、言うのに詰まったかっていうと、あんまり詳しくないんですがって言いそうになったんですけど、あんまり詳しくないんだったら、そもそもこんな YouTube なんかやらないっていう話なんですけどね。まあ、詳しいか詳しくないかっていうのは人と比べての話ですからね。誰と比べるかによりますよね。それは僕より詳しくない人はいるでしょう、世の中にはね。仮面ライダーについて。でも仮面ライダーについてじゃなくて、今、東宝じゃないっていうのは、東映じゃないですか。これ絶対間違えちゃいけないんですよ、本当。ね、自民党と民主党間違えるようなもんですよね。民主党って今ないですけどね。そう、ユダヤ人とアラブ人間違えるようなもんですよね。イスラム、まあいいや。何を言ってたんだっけ。そう、そもそもそのね、マクガイアさんなんかがおっしゃっていらっしゃる、個人的に面識はないですが、そもそも時代劇なんですよね。東宝じゃないよ、東映ですよ。東映ですよね。東映特撮。東映じゃないって言って、東映か。もう本当、もうわけわかんなくなってますね。さっきね、黒ビール一ついただいたんですけどね、たった一本ですよ。黒ビールってやっぱりね、あまり飲まない人にとっては濃厚でいいですね。一杯で済む。一杯で。なんかね、お腹いっぱいっていうか、濃厚ですからね。まあいいや、ビールはいいや。人が後ろを歩いてますが。ですね。それでもあんまり小さい声で喋るとですね、聞く方によく聞き取りにくくなるんで、ある程度ね、声の大きさは一定にしようと思ってるんですが、まあね、人は気になりますね。大丈夫かな。ですね、面白かったです、暴れん坊将軍。そもそもね、仮面ライダーっていうのはその時代劇的なところが多分にございましてですね、それはやっぱりそういうね、映画会社の歴史とかもあるんでしょう。だからすごくそこら辺がね、良かったですよ。僕は暴れん坊将軍そんなに、松平健さんですよね。あんまりね、そんな別に見てたあれじゃない。僕の世代はどっちかっていうと、ね、あれですよ。時代劇といえば、大岡越前とかね、同じ時期じゃないかっていう話もありますけど、わかんないですけどね、そこまで。時代劇の話じゃないんでね。ですね、面白かったです。素晴らしかったと思います。やっぱりね、ああいうなんか、時代背景もね、ちょうど震災があってね、やっぱりそのファミリーものにしようっていう、家族のね、家族を愛する心っていうのをみんな思い出そうっていうね、仕事も大事だけど、お金も大事だけど、将来も大事だけど、今ある家族をね、めでましょうっていうね、そういうね、あれですよね、手をつないでね。いや別に、やっぱりね、センスがいいんでしょうね。僕みたいなセンスがある人に言われても何も、何の効果っていうか、何のあれにもならないですけど、多分ね、センスがいい人なんだと思います。何に関しても、すべてに関して。うまく、ね、難しいね、お話を作られたと思いますね。よかったと思います。やっぱりさすがにね、小林靖子さんのね、仮面ライダーの映画ってあんまりないみたいなんですけど、まあ、あるにはありますが。そう、それでですね、僕は何が今一番実は仮面ライダー狙ってるかっていうと、ディケイドなんですけど、そもそもディケイドっていうものは、平成ライダーを少なくとも全部見てないと、面白くないよと。別に言い方したら見る資格がないっていう。で、僕は平成で見てないのが、キバと、なんだっけ。平成1期ですね。キバと、
あのブレード、剣と書いてブレードですね。あれね、あれは見てないんですよ。なんかね、面白いっていう人もいるんですけどね、あのブレードはね有名ですもんね。それだけかな、他は全部見たか。まああの響きは途中でやめたけど、まあとりあえず高寺さんのね、高寺さん部分が、こんなこと言ったらあれですけど、まあ多分皆さん合意されるんじゃないですか。わかりませんが、高寺さん部分見ればね、まああれが響きで、まあいいんでしょうけどね。まあ別にそんなにね、忙しいわけじゃないですけど、まあ月々960円ですからね。まあなるだけね、いつまで見れるかわかんないし、私も52歳ですからね。コーヒーをいただきました。そういうのもあるし、ね、やっぱり、ね、なんか、見るべきものみたいな、何を基準に見るべきものとするかっていう問題はもちろんございますが。ですね、ディケードね、ちょっと見たんですけどね、あの女優さんがね、なかなかね、そんな美人じゃないんだけど、なかなかあの、チャームがありますね、チャーミング。なんかね、やっぱり綺麗だけじゃダメなんですよね。そんなこと言っちゃう。ダメって僕が別にどうこうじゃないですか。まあ私の意見、まあそれはね、私のチャンネルっていうか番組ですからね。ね、腐ってもね。あの、やっぱり女優さん大事ですね。あの、ね、あの女優さんはいいと思いました。僕は最初はあの人かと思ったんですよ。あの、オタクの、なんだっけ。まあこういう名前が出てこないな。まあ全然出てこない。有名な人なんですよ。あのほらオタクの かつて若かった女の子いるじゃないですか。もう一個ちょっと失礼してタバコ吸って。最近ね、どうもなんかタバコ吸いすぎのような気がするんですけどね。なんて言いながら名前を思い出してるんですかね。これは名前を思い出すチャンネルですね。名前をいかに思い出せるかゲーム。それにほとんどこのね、あれはそんな感じですね。いや絶対思い出せるはずなんですけどね。でもこんなことあんまり言い続けるのもね、それこそあの無駄ですからね、いろいろ。私の無駄じゃないですよ。私はやってるから別にね、自業自得というかあれなんでしょうけど、私のね定めというかカルマなんでしょうが、聞いてる皆さんがね、なんだよってなりますよね。調べればわかんねえんだったらって思うでしょうけど、今日ね、iPod じゃねえ、あのあれがないんですよ。あの Amazon タブレットを持ってきてないんでね、ヤスコニャンしか出てこないな。ですね、あと他に見たいなってちょっと思ってるのは、アギト、あ、そうだ、アギト見てない。アギトね、思ったんですけど、やっぱり V3 僕すごく面白かったんですよ。やっぱあのぐらいのね、あの映像っていうのは、あの、変に近代というか、あの、今に近づいてくると、なんか中途半端なのがね、なかなか、隆起はね、話が面白かったからあれなんですけど、画面的にはやっぱりちょっと厳しい。まあ、空間なんですけど、そんなこと言ったらもう怒られますけどね。あとはね、辺で見たらってなんだろう。隆起があって、その後あれがあったのかな、ブレードがあったのかな、違うかな。その後に、ファイズ、あ、違う。ファイズって、あれファイズがあって、あ、そうだ、ファイズは、隆起の後かな。で、その後、こんなの調べれば分かるんですよね。本当、時間の無駄ですね。すいません。いやいやいや。あと、あの、あれがありますね、牙。牙もね、なんかね、あそこら辺の時代がね、なかなかね、難しいんですよね。話が面白ければね、僕、ね、あの、もっと偉そうに言うと、本が面白ければね、よく俳優さんが、本さえ面白ければやりますよ、みたいな。かっこいいですよね。要はギャラはどうでもいいんだみたいなね。アニヒラリションっていう映画で、監督の名前忘れましたが、あのナタリー・ポートマンね、あのユダヤ人の、ユダヤ人って言ってもアメリカ、あ、そっか、ユダヤ人なのかな、あの人。まあいいや。ね、あの人もなんか無料で出たとかいう話があるの面白かったですよ。アニヒラリション。ですね。そう、だからディケード見たいんですよ、本当は。見たいけど、あ、そうだ、あれも見ました、あの真剣者、侍戦隊真剣者。あれはね、なんで見たかっていうと、その、一つ、それはその、小林靖子さんが、あの、脚本を書いている。二つは、その、ディケードに出てくるということで、一話見たんですけどね。あれも時代劇だね。ちょっとその、時代劇つながりという意味では、その、オーズのね、劇場版の、ね、あの、暴れん坊将軍コラボ。
あれと近いところがありましたね。あったか？殿とかってやってましたね。んで、丸をずっと見ようかっていうと、って感じですよね。なんでもね、やっぱりね、やっぱり3話ぐらいまでね、いければね、あとはいけるんでしょうけどね、3話まで行くのは難しいんですよね。だから当時はやっぱりもう、テレビだからそれしかないですからね。もうそれを見るしかないからみんな見るんでしょうけど、TTFC はいろいろ選べるんでね、うん、これを見る時間があったらこっちを見た方がいいんじゃないかとかいろいろ考えてしまう。それ邪念ですよね、それはね。まあ、冒涜なんでしょうね。もう見出したら全部見ろっていうのは、本来はね、そうあるべき。なんかそういう、今日、作法みたいなの作ってね、もう1話を見たら全部、他の見てはいけないとか、なんかそういう法律を作ればね、法律っていうか、断りじゃなくてなんだっけ。掟を作ればいいんですよね。もうこれ咳が出たってことはもうタバコ消しましょうってことですね。ですね、そうですね。何が見たい、まあでもディケード見たいなと思うんですよ。ディケード面白そうだなって。でもクーガーの世界なんですよ、今。今って言ったらなんかこれからディケード見るみたいですけど。クーガーね、見たからいいんですよ。見させていただいたら。いいんだけど、やっぱりその俳優さんなんかあれあれっていうのかね。あ、この人はあれの代わりか。あ、なるほど。なるほど、なるほど。っていうね。これは、やっぱり、あれってなりますよね。で、僕なんでディケードが見たいかっていうとね、アマゾン見たいんですよ。今、アレクサンダーっていう名前らしいんですけど、俳優さんがね、ペルーの人で、なかなか、ね、それが、ペルーの人がね、やっぱりアマゾンのあれやるっていうのをちょっと見てみたいなと思って、それ興味あるんですよね。まあ、侍戦隊真剣じゃも見たし、まあ、あとはだから、まあ、あれですよね、牙と、ブレードですね、ブレードか。ブレードね。ブレードね。ああ、あとはあれで、なんだっけ、暴れん坊将軍とのコラボで、あれが出てましたね。次の仮面ライダーの引き継ぎっていうか、ねえ、ファイズでしたっけ、単乱っていうんですか、学生服のね、爪襟のすっごい短くて、もうシャツがダーンって出てる、もう3分の2ぐらいシャツが出てるやつ、いましたけど、まあ、とりあえずいいかなっていう感じでしたね。あれはね、平成期じゃないし、とりあえず次は平成一期を狙いたいと思いつつも、やっぱり最近のね、あれもね、候補に入れていくっていうのはまたね、そういう時代が分かっていいんじゃないかっていうね。まあね、昭和のもまだいっぱい残ってるんですよ。初代ライダーのもまだ全部見てないし、ね、いっぱいありますよ。ストロンガム途中で挫折したし、なんだっけ、あと何、まあ、いっぱいありますよ。スーパーワンとか、あとブラックもありますしね。ブラックあたりがね、映像がね、V3 だと思うのが、なんか、懐かしいで入れるんですけど、懐かしくもなく、なんか、ただ古臭いだけ。こんなことでね、古臭い私みたいな人に言われたくないでしょうけど。なんかね、厳しいとこ。でも面白いって皆さん言いますよね。だからあれは、まあ漫画は読んだんですよ、全部。購入してね、デジタルですけど、全部読んだんです。そこまであんまり面白いと思わなかった。ただね、絵は上手ですけどね、こんなこと言って逆に失礼でしょ。絵は上手ってなんだよっていうね、巨匠をね、捕まえてね。石森章太郎さんですけどね。すいません、最後にもう一本。あと一本ですね。そう、そういうことでね、まだ次何を見るか分かんないんですけどね。何を見たいかっていうと、何でもって言われると難しいですね。なかなかね、これしか。まあでも見たいも、本当に見たいのはね、あれが見たいんですよ。仮面ライダーじゃないけど、そうだ、ゴレンジャーもね、ちょっと見ようと思ったんですよね。もうゴレンジャーもなんか、厳しいと思いましたね。ゴレンジャー仮面ライダーじゃないけど、まあロボコンという手もあるんですけどね。燃えよロボコン。あれも面白いっていう人もいますからね。ロボコンを、確か、ロボコンの後に、クーがあったんですよね。もうそろそろ終わりですね。もう春になりましたね。そろそろね、
田んぼもどうのとかそういう話ですね。15分になりました。そうですね、できるで見ちゃおうかななんて感じですよね。で後から見てればいいじゃんっていうね。そっちの方が、あれディケードでした。あの人の、あ、本当はこの人なんだっていう、そういうことも楽しみあるからなと思ったりしてね。あれも短いですしね、ディケードね。でね、結構評判もいいんですよ。それこそマクワイアさんは好きなライダー、仮面ライダーはディケードって言ってましたからね。私の心の師匠がね。ディケード見ようかな。ディケード映画もあるのかなと思ったりしてね。こんなもんですね。そういうわけで、タバコ吸い途中で申し訳ないんですが、喫煙者にぜひ優しくしてください。失礼します。